ホリエモンチャンネル。鏡を見て、じゃあまず鏡を見ましょう。そう、鏡を見てやると、うん、そう。で、次はあとは自分で観察する。だから例えばこれを綺麗にしてねって言われたら、小学生でも綺麗にできるじゃないですか。うん、なできる、分かりました、ね、だから鏡を見ながら綺麗にしましょうねって話です。そう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 。じゃあまずは鏡を見て、はい、さっきみたいに歯が球体になっていることをまずは意識して、いろんなところに歯ブラシが当たっていることを意識してみるってことですね。うん、そうですね、うん、決して道具の差ではないんで、ないですよってことですね。他に注意ポイントあります？で、あともう一個はこれは単純に歯間ブラシを使うってことですよね。うん、歯間ブラシを使わない限り、うん、絶対歯の間は磨けないので。だってあなた歯間ブラシやったことなかったんでしょ。歯間ブラシやったことなくて、さっき初めて歯間ブラシを。じゃああれだ、3S って一番、一番細いので。一番細いやつだ。で、さっき実はもらったんです、これ。はい。いただきました。うん、これですね。歯間ブラシ。はい。うん、みんなこれ買おう。まずはこれ買おう。貸して。ああ、3S ですね。はい。このなんか一番細いやつらしいのでね。まあ、人によって大きさも変わるんで、はい、例えば歯石が取れてきて、うん、歯茎が引き締まってくると、だんだん隙間ができてくると、うん、できてくるというか、腫れが引くんで隙間ができるんですよ。腫れが引いて、だから元々歯石もなくなると、そうそう、もともと隙間はあるんだけど、歯石と腫れがあるんで隙間じゃないように思えている。で、それをじゃあまずは細い歯間ブラシで、できるだけ元の穴の大きさに戻すようにしてる。てか炎症が収まるので、炎症が収まる、うんうんうん、要はだから 歯と歯の間、てかその歯間ブラシが入らないと歯が、歯茎が腫れてるんですよね、うん、そうそうそう、もう腫れちゃってるんで。俺もだから最初言われてやった頃ってすげえ腫れてたもん、うん、私もね、腫れてるって言われました。はい、うん、まあ全員遠出血だらけになるわけですよ。俺毎日やってたのに、うん、刑務所に入ってからできなくなっちゃって。俺なんか何回か申請したんですけどダメだって言われて、こいつら本当ダメだなと思う。歯間ブラシダメだ、歯間ブラシもデンタルフロスもダメで、歯磨きだけ、ブラシだけ、なかなかね、きついですよね。なかなかきついですね。で、1日何回磨くっていうのも、残ってんだったら何回磨いたって0回ですから、うん、あとあれですよね、デンタルフロスとかはどうなんですか。あ、デンタルフロス使った方がいいです、はい、デンタルフロスって歯磨き粉ですか。いや何言ってんだよ。糸ですね。糸です。ああ、そうだ、さっき話になった間のやつ、はい、間をこうね、切ってやるやつ、はい、そう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 。フロスっていうのは歯がくっついたところを磨くので、フロスを使った方が虫歯になりにくいので、うん、まあ特にちっちゃい子とかは使った方がいいですね。だから虫歯の予防にはフロスなんです。あ、どっちかっていうと虫歯予防なんですね。はい、虫歯予防にはフロスがいいんですね。歯周病予防には若干向かない。だから例えば糸でダイニングテーブルとかいうフローリングとか掃除してくださいって言ったって、そうそう綺麗になると思わないですよね、うん、糸だもん、うん、だから糸だとそんなに取れないんですよ。歯間ブラシの方が明らかに向いている。あ、なるほどなるほど。ただくっついてるところを通れるのは糸だから、糸だけだから、そうだから、くっついてるところはデンタルフロス。くっついてるところがよく虫歯になりますよね。そうです。だから虫歯の予防にはいいと思います。だけ ど、ね、まあ、だから両方やってくれるのが一番いいんですけど、うん、虫歯で歯が抜けるってことはそうそうないので、うん、よっぽどひどくならないとね、うん、っていうか虫歯だけは痛くなるので、うん、ああ、もう痛くなる前に、うん、で痛くなって途中我慢できなくて治すじゃないですか、うん、だから何回もチャンスがあるって虫歯の場合は。なるほど。で、痛くてほっといてほっといてほっといて、腫れてもほっといて、もうすんごいほっといて、すんごい痛みに耐えかね、耐えてじゃないと抜くまでいかないわけですよ。うん、僕一回それやりましたからね。あ、で一本あれですか。一本なくなって、うん、だから全部の歯をそこまで耐えて総入れ歯にするってありえないと思いません？うん、確かに。あともう一個来てたのがですね、歯磨き粉は何がいいのって来てたんですよ。いいですね。だから例えば手を洗うときに石鹸使った方がいいじゃないですか、うん、だから水で洗うだけよりは石鹸使った方が絶対落ちる、うん、まあ、歯磨き粉はじゃあ絶対使いましょう。絶対使いましょう、絶対使いましょう、うん、で石鹸もいろんな石鹸がありますよね、うん、薬用うんたらかんたらとか、うん、泡で出てくるおしゃれなやつもあるし、うん、ね、でいろんなのがありますよね。でじゃあどれがいいのって、やっぱり石鹸もすごい差があるわけですよ、うん、だけど結局は綺麗に洗った人が綺麗なんですよね、うん、でだから5歳児とかが適当にジャーッと洗ってると結局残っちゃうわけじゃないですか、うん、で石鹸の種類の差よりはちゃんと洗った人が洗えてるかどうか、洗えてる。だから100円の石鹸だって
綺麗に洗えば綺麗だし、うん、そこに魔法の歯磨き粉はないんだよってこと。だから適当に磨いて磨き残ってもそれを歯磨き粉の力で何とかしてくれるっていう魔法はないよってことです、うん、本日のホリエモンチャンネルクリニックはここまで。今回は石川徹先生に歯周病のお話を伺いました。いつの間にか進行し最終的には歯が抜けてしまうこともある歯周病、入れ歯になるとあらゆる病気になる可能性が高いと言われています。生涯自分の歯でいるために定期的に歯医者さんに行きましょう。クリーニングやホワイトニングは今時の新常識、要チェックです。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？